南甲府駅は山梨県甲府市南口町にある東海旅客鉄道みのぶ線の駅である。みのぶ線の主要駅で特急藤川を含みすべての列車が停車する。定期列車で設定はないが毎年8月に行われる新米の花火大会や山梨県高校総体の開催日には南甲府駅始発終着の臨時列車が運転されることがある。また、 甲府駅との間に数本の回送列車が設定されている。ホームの様子。2011年6月撮影ホームから駅舎を見る。2010年10月撮影島式ホーム1面2線を有する地上駅。線路はほぼ北東から南西に走り、駅舎はその北西側に設けられている。乗り場は駅舎側から1番線、2番線となっている。ホームの返すみよし方は、 緩やかな坂となっており、これを下ったところから、校内踏切が駅舎に伸びている。当駅はこの他に、多数の留置線を持ち、身延線の車両基地となっている。駅舎は、身延線の前身である、藤見延鉄道が1928年の駅、開業時に建てたものである。当時は、藤見延鉄道の本社も入っていたため、コンクリート2階建ての、 大変重みのある建築物となっている。駅舎の内部には、待合所と窓口の他に、自動券売機が1台と営業していない旅行センターがある。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、市川大門駅、近で駅間の各駅を管理している。JR 全線切符売り場も設置され、改札は駅員が行っている。時間帯によっては、 窓口休止時間もある。かつて当駅は JR 貨物の駅で最盛期の1970年頃は三ノ線で最も貨物取扱い量の多い駅であった。取扱い品は石炭や石油、飼料、セメントなどで複数の専用線が当駅に接続していた。最後まで使用されていた専用線は宇部三菱セメント、 交付サービスステーションへ続く専用線であったが、施設の移転に伴い1997年10月に廃止された。それにより、当駅の貨物列車の発着がなくなった。また専用線の他にも、駅舎の北側に一面一線の貨物ホームが存在していたが、1986年11月1日のダイヤ改正により使用されなくなり撤去された。1日平均乗車人員は、 以下の通りとなっている。駅前にはタクシー乗り場、バス乗り場及び交番がある。周辺は甲府の市街地である。また、地元企業の石油輸送所が多くあり、ガソリンスタンドへの出荷拠点となっている。線路を挟んで東側地区へつながる地下道が駅舎隣の駐輪場の中に設置されている。また、駅より西方向約600メートルにある。 伊勢小学校入り口停留所から甲府駅方面にバスが多く運行されている。特急、富士川の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。